ちょっとだけ紅葉が始まりました。雨の日の平日なので、立原湿原を歩く人を見かけません。ススキの穂がたくさん見えます。10月12日土曜日にサイクルロードレースツール・ド・九州で九重町がコースの区間に入っています。山並ハイウェイや四季祭ロード国道387号などを走るので交通規制があります。規制時間帯は通行できないようなのでご注意ください。せっかくなので山並ハイウェイで牧野と峠まで行ってみましょう。山並ハイウェイ沿いはまだ紅葉していませんね。10月の中旬頃になれば紅葉が楽しめるのではないでしょうか。平日の雨の日だと通る車もバイクも見かけませんね。おかげで私はのんびりと走ることができます。ちなみに私、仕事をサボって遊んでいるわけではありませんよ。今日は仕事がお休みです。働いてお金をいただいて自分の好きなドライブを楽しむために仕事を頑張っています。60歳を超えていますが、年金をもらうにはまだ先のこと。それまでは頑張っていきます。牧野と峠に到着しました。午前9時半頃で外気温が17度になっていますね。辻井温泉から県道40号で長者原方向に走っています。この辺りも紅葉はまだ先ですね。今週は土曜日から来週の月曜日祝日まで3連休の人もいると思います。紅葉には少し早いかもしれませんが、この動画が九重町に来られる人の参考になれば幸いです。ここから右に曲がり泉水グリーンロードを走ります。この辺りは紅葉がちょっとだけ始まっていますね。12日土曜日は別府市から有志九重町を通り日田市へとツール・ド・九州サイクルロードレースのコースになっているので、交通規制で困惑するかもしれませんが、休日をお楽しみください。過去にテレビで弱虫ペダルというアニメを見たことがあるのですが、あんな感じなのでしょうか。私は仕事なので応援に行けません。次はいつ見られることでしょう。見られずに残念です。長者原交差点から県道621号で九重夢大吊橋方向に走ります。まだ緑の葉がたくさんありますね。ここは九重町の四季祭ロードにある愛の瀬茶屋さんから見た天ヶ谷渓谷です。